はい、どうもこんにちは、名もない男です。本日はね、後付けナレーションでさせていただいております。非常にね、風が強くてですね、雑音がものすごいです。あまりね、声が取れなかったもので後付けナレーションにさせていただいております。またね、本日行くお店はですね、先に言っちゃうんですけども、意外にも混んでいたので、そこもね、後付けナレーションで行かせていただきたいと思います。このね、川沿いをゆっくり走ってくると見えてきます。はい、着きましたね。こちらです。龍の食堂さんです。前から気になってました。評価が高いんですけど、なぜかね、駐車場に全く車が止まってないんですよ。ずーっと気になってたんで、この店積んでんじゃないのかなって正直思ったんですけども、食べに行ってみて、あ、そういうことか、気づきました。こちらね、春日部のバッティングセンターの隣 にあるお店なんですけども、おそらくバッティングセンター遊んでるお客さんがそのまま食べに来たということで、ここの駐車場あんまり使われてないっぽいです。あとはバッティングセンターのすぐ近くにすごいこう階の高いね、大きなマンションがあるので、そちらの住人の方々も、利用しているのではないかと思います。こちらがメニューですね。外観に貼られているメニューです。ランチ590円、安いですね。やっぱりね、こちらも台湾料理なんで結構安いです。さあ、中に入っていきましょう。はい、こちらがメニュー表ですね。もうたくさんありすぎてもう分かりません。詳細はですね、ネットで見てくださいそうしないとね、これ全部見せてると多分動画がね、30分ぐらいになっちゃいそうな感じがするんで、ごめんなさい、お願いします。で、ここ龍の食堂さんなんですけども、数年前にできたばかりで、内装はものすごい綺麗です。で、お店の中に入ってきてみたら、もう半分ぐらい席が埋まってて、ただテーブル席のみのお店なんで、私もね、テーブル席に通されまして、広々と利用させていただきました。料理が届きましたね。ちなみになんですけども、今回頼ませていただいたのが、セットメニューのおすすめ定食、チャーハン定食の台湾味噌ラーメンですね。頼ませていただきました。これね、動画がね、順番前後しちゃってて、ちょっと動画の撮り方が下手くそになっちゃってるんですけど、そこはご了承ください。やっぱり唐揚げがでっかいんだね。意外に量ないように見えること多いです。やっぱり台湾料理屋さんなんで量多かったです。ではいただきます。まずは台湾味噌ラーメンから。で、台湾ラーメンの概要というか、気づき始めなんですけど、ひき肉なんですね、乗っかってるのが。非常にね、こちらの龍の食堂さんのメニューというか料理はですね、味が濃いめです。男の子向けな味になってるかな。部活やり終わった男の子が食べるような味です。でもね、ちょっとね、分かった気がする。そりゃそうだよ、バッティングセンターが隣にあんだもん。運動して塩分欲しくなってる人たちが食べに来てるんだなっていうのがね、すごく分かりました。で、味のバランス的には非常にいいです。はい、続いてね、チャーハンいきましょう。チャーハン、これマジでうまかった。なんだろう、ね、例えて言うと、知ってる方いるかどうか分からないんですけど、ワンツーチっていうね、チャーハンかなりメインに出してるお店があるんですよ。都内に結構あるんですけど、そこのチャーハン系かなって思う。なんかね、液状のね、調味料を入れてあって、なんかしっとりさせてるようなチャーハンの感じだから、味もしっかり濃いんですよ。それがね、すごいね、美味しかった、ね、チャーハンだけだったらここ絶対来るな、また、ラーメンも美味しいんですけどね、チャーハンがハマりすぎた私に。で、唐揚げはでかすぎますなんだろう、台湾料理って唐揚げなんでこんなにでかいんだろうこの唐揚げとチャーハンだけでもがっつり定食になるのに、さらにラーメンがついてるっていうね、私にはね、嬉しい料理の量です。
最後にね、こちらはですね、デザートがついてきます。まあ、杏仁豆腐なんですけども、杏仁豆腐あんまり食べたことないんですよ、私。好きなのにね好きな方なのにあんまり食べたことないっていう。いつもね、杏仁豆腐とプリンが売ってたらプリン買っちゃうんで、その杏仁豆腐あんまり食べたことない。久しぶりに食べた、美味しかった杏仁豆腐。口直しにさっぱりしてていいですよね。ということで、ごちそうさまでした。いやー、夜になっちゃいましたね。ということで、龍の食堂さん、ありがとうございました。いや、ここはね、家からね、バイクで数分で来れるんで、チャーハン食べたくなったらまた来たいと思います。まあね、こんな感じの動画になってしまいますけども、締めさせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。揺れて果て間な心、君は知らない。